プロジェクト K, クト K こんばんは、キラです。今回はですね、こちらです唐津小島大縦列以降1の34の342点万張り勝負です。134143 5号艇6号艇を絡めなくてもですね、逃げ高め来るときゃ来るんです。もう体調がなかなか良くならなくてですね、で、メガイの魔術師としてのふさわしいようなトリッキーな買い方が思い浮かばなくてですね、無茶のないようなこのような買い方でさせていただきたいと思います。もうね、病院行って検査したんですけども、コロナでも、インフルでもありませんでした。だがしかし猛烈に体調不良でございます。だがしかしこういう時ほど当たるものなのです。どうぞご覧くださいませ。今回6レース分でございますので、まあ願望を言わせていただきますと、早い段階で当たって安心させてくださいませ。そんなところでございます。唐津、そんな唐津3日目でございます。願望といえばですね、最近もう一つ願望がございまして、とても汚い話になってしまうんですけども、デリケートゾーンの脱毛がしたいです。デリケートと全部じゃないです、全部を脱毛したいなんて、そんな贅沢は言いません。デリケートゾーンの金色の部分、金色に輝いた部分の脱毛がしたいんです。それだけです。ごめんなさい、こんなこと言って。唐津大縦列いきなり来ちゃった。待って、来るよ、ちょっと待って、来るよ、来たよ、来るんじゃない、マジ来たよ。どうする、いたよ、あと高いですよ、めっちゃ高いですよこれ。ちょっと待って、一発プラッシュです。134 20.4倍 143 28.9倍 143 がいいですけど、そこまで贅沢いません。ちゃんと来てくれればもうそれだけで十分です。一発でどちらが来てもプラッシュしか来てないです。5号艇が迫ってきてくれる大丈夫、5号艇迫ってきてくれる根拠はないですけど大丈夫、2号艇も迫ってきてきますけど根拠はないけど大丈夫。5号艇6号艇を無理に絡めなくても、このようにして、まあ高いとは言えない、決して高いとは言えませんが、1本目から来るということはまだまだこれからも来る可能性は十分にございます。待って、やべ取れてる。2号艇が来たら 13.3 倍、5号艇6号艇絡めても20倍とか10倍とかあるじゃないですか。そういうところに当たるぐらいなら5号艇6号艇絡めないで、こうやって来やすい134とかで20倍台でもいいんです。1本、それが5号艇6号艇絡めなければその分的中率は高くなりますから、もう1本2本来る可能性は高くなりますから、むしろであれば、こういうのもありなんです。ほら来た、来るよ、絶対来るよ、大丈夫、もう大丈夫、見なくても大丈夫、見なくても安心、もう何も、ここで満足しているようじゃ、それはただのハゲでございます。真のハゲというものはここからが勝負なのです。風速は1メートル、そんな唐津3日目です。6コース6号艇の品田直樹、上位入着なら望みがあります。最近ですね、明らかに左側のこめかみが薄くなってきました。スタートしました。アウトの艇が好スタートとなりました。その後は2号艇、そして1号艇も出ていきながら、これめっちゃ人気なので、これ1番人気2番人気なので絶対来ますよ。カラスというのはそういう人気どころが決まりやすいんです。第10レース以降ほら来ない、並んで追いかける4番、2番、1番、2枠トップで3号艇の北山、続いて4号艇の末田が飛び出かけてピーや2号艇の森安、1号艇の大谷は一歩交代となりました。先頭3号艇の北山康介、2番手には4号艇の末田が勇気に、コースからどんな展開となるでしょうか。さあ、カラス第12レースです。これ来たら高いですね。40倍台、50倍台。4号艇の小林康
ありますから、実際に出てますからね、こういうの。その時に、こういう時に出てほしい。切なる願いです。こういう時に出ていただきたい。なんでこんなに。スタートしました。ほぼ揃っていきました。先発戦 A の第12です。スタートを決めて1号艇の浜田有沙がまずはプラッシュ車買っていただいております。2号艇やめて。そう、124が一番人気です。スタートは前提成長した。1号艇の浜田押し切った。しかしまだ124じゃないですね、214か。その後ろに4号艇の小林です。これ214が一番人気です。1周の2枠先取りは1号艇の浜田。もうなんでこんな体調不良長引くんだってぐらい長引いてます。もうこんなの何年ぶりか、10年ぶりか20年ぶりぐらいにこんなに体調不良が長引いてます。どういうことでしょう。コロナでもない、インフルでもない、こんなことありますかね。まあこの夏お酒を飲みすぎているので免疫力が下がっているのかもしれない。ちょっと何言ってるかわからない。体調が不良してて自分でもちょっと何言ってるかわからない。まだわからない。小島3日目でございます。これで小島でも1本でも当たっていただければもうね、言うことなしです。1本ずつ当たっていただいたらもうそれだけで言うことありません。これとか高いですね。1314さん、高いし高すぎず、とてもリアルな、当たっても何だおかしくない。134143、そんな20倍台30倍台。126、6号艇が人気なので、どうなる。これね、2号艇がねまくろうとします。それを1号艇が抑えます。その隙を3号艇4号艇がてい、危ない危ない。6号艇のカナダ向こう攻め、後方3号艇4号艇に出して達成となりました。トップラスは1号艇2号艇の並走はインコース2号艇言いました。アウトコースは1号艇キー、3コースからまくってシリーズ、すでにプラッシュ氏は確定いただいている、その事実がございます。それだけで安心して見ていられます。向かい風になったり風速1メートル前後、北の高い。11レースは予選特選です。これはですね、人気が3番、4番、5番、まあ1、2ですかね。1、2が人気ですかね。今スタートしました。それでも極端に人気なわけではないので誰が来てもおかしくないです。そんな第11です。2号艇の行方に注目。ああ先頭1号艇の平高7、2番手一歩先行2号艇の樋口、3番手2番手から一歩先行する4号艇の高畑、一緒にマークの世界相当正常、後方からインに変わってやってくる5号艇接近する高木、2号艇とセリオカ、アウトマンティ4号艇の高畑、ヒーハー先頭は1号艇平高の後方2番手間一発交わして交換を行ってきた4号艇の先行。いや1341さん良くないですか。オッズ結構高いとこありますよね。なんかやっぱ5号艇6号艇絡めないとっていうイメージありましたけど、この買い方は言うて絡めなくても高い、来たら高いところ結構ありますね。これ来ない、これ来ていただけませんかね。最後143で返す。134でもお願いしたい。今スタートしました。内に5点が並んだスイート体系となりました。2コース2号手の北澤一緒の1枠、インから先頭取る1号手寺田2号手、2号手が3点切るで3号手4号対3号対膨らんだ切り込んで5号艇 M1 の高低色 M 高止めの追い返すは踏ん張って絞り込めて、あー寺立ち2番手攻め4号艇5号艇2号艇3艇固まった、その後方3号艇高地6号艇色 M 一緒にまだわからないですよ。3号艇控えてますよ。こういうの全然ありますよ。全然あると思います。こういうの4号艇は決まりました。あとは3号艇5号艇 M1 6号艇色 M 5号艇高地接近ホームに移るもまだ2番手水止めの予想宇宙通って5号艇の M1 アドコース帰ってくる2号艇の北澤失礼しました。もうね、ちょっとでも大きい声を出そうとしたらむせてしまいます。席が止まりません。申し訳ございません。ただ勝ちました。これ満州の匂いがする。まだわからない。これに争っていただければチャンスが巡ってきます。3号艇にも、ほら3号艇控えてますよ。
2号艇5号艇がもうものすごく大きくそれていただければ次のターンで143になります。 44.1 倍化けます。いきなり化けます。そういうことも万が一、万に一回はそういうこともあるでしょうから。絞り込むリードにデシング1と出る。2号手の北図上田家は1号2ラストコーナーの展開と向かっていきます。シリーズの3種目転倒はーいありがとうございます。次回攻めます。夢の16攻めます。では今回これで終わります。ありがとうございました。ありがとうございます。